か行けそうだとか、あるいは動揺するとちょっと。田町さんの方から、あ、そうですね、持ち方を、まあ、こう足をかかすときに、ね、もうちょっと広げていただいて、はい、持ち上げるときよりも下ろすときにバランスが崩れそうですね。ああ、本当だよ。大丈夫です。あ、そのバランスがね。ちょっとこう光がこう当たるので、それをこう見てた感じなんですけど、それを気を取られると。そうですね、あんまり揺らしてる、あのこう余裕はないですね、うん、ちょっと減ったのでちょっと立ちました。あ、そうです。なんか罰ゲームみたいな。足の裏が入れてしまってるかも。あ、大丈夫です。すごい準備が、準備がありがとうございます。本当に出そうとしてまあこれぐらいないとね。いや、もっとあると思います。もっとありますね。たぶん8キロから10キロぐらい。10キロぐらい。いや、我々じゃめっちゃ。なんか私たちだと、どうしてもトレーニング機材のように。なんか下ろすときに腰をまっすぐな気がする。そうですね。バランスがすごいですね。これはね、最近少し修行したんです。あの古武道に学ぶなんとかとかでいろいろ流行ってる、あれの、あの介護の講習にちょっと行って、もうこういう形でこのまま膝を伸ばせば60キロぐらいの人でも簡単に持ち上がります、うん、違う話をしてしまう。腰真っ直ぐにしてここだけで膝だけ伸ばす感じ、うん、このお鍋いいですね。今日新潟から竹の子が山ほど来て今日磨かなきゃいけないです。柏さんやります。ちょっと腰やばいですか。遅れてきた西田さんとか。どうですか。え、これ持ち上げたらいいんですか。はい、こぼさないように、まあ、持ち上げようと思うところからもう関わってくれたら、これは無理でもいい。あ、無理かもしれない。なんか前にこぼれますね。瞬間ってなんかこういう風に力を取られる感じで、振動が体に
ったような印象。こっちは置くつもりないんだけど、もうなんか体が置くって思った途端にこうシュッてこう、どっちかにバランス取られちゃう。結構重たかったです。もう、あ、いいですよ。いや、どこで重さを感じてるのかな。一番最初のあの格好がすごくかっこよかったですね。一番最初やあ止まったやつですか、うん、なんかのポーズみたいな座ってたりしてたのねこっちこぼれてこない大丈夫、ね、あちょっと移動しましょうかこう動きながらバランスを取るっていうんですかね。ちょっと仲良くなれてみたいな